はい、皆さんこんにちは、くにねむです。川崎の ZRX ですけどもね、今日はフロントフォークね、これをばらしていこうと思います。でね、組み立てるのにある程度部品頼んでたんですけども、このインナーチューブですね、もう多分これ交換しないとダメだと思います。初め見た時はね、磨いたらなんとかなると思ったんですけども、今ちょっと磨いてみたんですけども、もうどうにもならなかったですね。もう点サビがもう落ちないということで、それ以外にも、頼まないといけない部品があるかもしれませんので、ちょっともう今日はね、早めにこうばらしておきたいと思います。それでは早速ばらしていきます。それではフロントフォークをばらしていきます。一番下のところに 6mm のアラインボルトが2本ありますんで、まずこれを外します。そして一番上のトップボルトですね。大きな 22mm のボルトですけども、これを外していきます。で、車体にフロントフォークがついてる時点で、ある程度緩めてから外してますんで、この時点で手で軽く回るようになってます。で、このボルトはですね、中からスプリングのテンションがかかってますんで、外れるときに飛び出すように外れてしまうんですね。ですから、注意しながら最後はゆっくりと外します。はい、今外れましたね。外れますと、このようにオイルがドッと出ますんで、グローブをしてやった方がいいかと思います。で、まず出てくるのがこれですね、カラーです。で、少し固めてオイルをまた出しまして、次に中から出てくるのは、大きなこのスプリングですね。長いスプリングが出てきます。で、中のオイルですけども、全部出し切りたいんですけども、出しても出してもちょろちょろ出てくるんですね。まあ、全部出し切ろうと思ったら全部ばらさないと出し切れないかなと思います。ですから時々こうやってね、出る分を出しながら、作業をすると。次に、アウターチューブとインナーチューブを結んでるというかね、このダストブーツを外していきます。隙間にシリコングリスをスプレーで吹きかけまして、そしてこじりまして外していきます。で、このアウターチューブちょっと外そうとした跡がありましたね。前オーナーさんが何かしたのかなと思いますけども、外れました。で、またこれでオイルがちょろちょろと出てきますんで、出していきます。で、次に、スプリングですね。これが中にありますんで、まあ、細いものを使ってスプリングを外します。もうスプリングはサビサビでしたね。で、チューブを縮めたり伸ばしたりしながら、出せるオイルを出していきます。ここまで来ますと、次は、中のインナーチューブを固定しているボルトですね。それを外していきますけども、大きなボルトで、上下で止まってます。片方だけ回そうとすると共回りしますんで、上下で、工具を当てながら回していきます。上側は 27mm という大きな六角ですね。下側は 10mm。これで外れます。で、この状態で、一番、ボトムのところの、ボルトと、そのワッシャーですね。これが外れました。で、またオイルがジョーと出ますんで、出せるだけオイルを出しまして、で、インナーチューブを抜いていきます。インナーチューブを引き抜く方向にガンガンと、スライドさせますと、ある時ガシャンと外れますね。外れました。この状態でまたオイルが出てきますんで、出せるだけオイルを出しまして、もう付き合いきれませんので、ブレーキフルードを吹きかけまして、アウターチューブの中のオイルを全部出しておきました。アウターチューブ中を大まかに洗ってますけども、中に部品がまだちょっと残ってるんですね。シリンダーバルブですかね、それの、相手側が残ってる状態です。これはもう抜かないでおこうと思います。で、次にインナーチューブの部品を外していきます。オイルシールを取りまして、ワッシャーを取りまして、スライドメタル、ブッシングのアウター側ですね、これを外しました。で、中から、このシリンダーですね、これが出てきます。小さなスプリングも出てきます。で、またオイル捨てまして、で、このインナーチューブの一番下側に、このスライドメタルのインナー側が残ってるんですね。合い口隙間がありますんで、少し広げまして引っ張ると、抜けます。はい、フロントフォークばらしました。でね、部品並べてみたんですけども、まずこれダストブーツですね。これはもう、なんか以前にこじった跡があるんです。取ろうと思った時に、なんかマイナスドライバーでこじったような、そういう傷跡がいっぱいありましたね。普通にしてたら絶対つかないような傷がいっぱいあったんで、なんか取ろうとしたんでしょうね。わからないですけど。で、赤いサビがついてます。で、そのサビの原因はおそらくこいつです。このスプリングがもうサビサビなんです。オイルシールにまでそのサビがいってますね。これですけどね、これ交換しないといけない部品らしいんですけど、注文してないですね。この3つはね、注文して、今新品であります。あと、このワッシャーですね。一番底の部分のクラッシャーワッシャーですけど、これはあるんですけど、ここ買ってないんですね。変えた方がいいんかな。でもその別に気づいてるとか、わからないですけど、今ワッシャーがあって、で、インナーチューブですね。これちょっと、見てみます。はい、インナーチューブですけども、点サビがすごいんです。ここはね、アウターチューブに、こっちが下なんですけどね、アウターチューブに、こう、使ってる部分ですね。で、ここはもう当然錆びないですね。オイルに使ってるんで、ここから上なんですけども、映るかな、上の方はね、別に錆びててもいいと思うんですけど、この辺はやっぱり錆びるとダメですね。で、こう指で触りますと突起を感じるぐらいあるんです。で、磨いたりね、削ったりしてみたんですけども、綺麗に取れないですね。で、まあ、いいやり方が多分あって、落とすことできるかもしれませんけども、まあ、そこまでしないと取れないような点サビでしたら、もうやっぱりダメかなと思います。だから、インナーチューブ交換ですね。インナーチューブ注文しようと思います。でね、これね、これ注文するかどうかもちょっと、考えますけども。はい、ということでね、インナーチューブ注文しますんで、まあ、それが届くまでちょっと組み立てができないかなと。あと、部品を洗ったりね、組み立てすぐできるように準備はしておきます。で、フロントホイール塗装してた件ですけどもね、もう1日経ちまして、もう乾いてます。ちょっとね、光の当たるところで、あ、映らんかな。肉眼で見ますと黒じゃないんですよね。ブロンズなんです。黄土色というかね。で、こういう文字とかもきっちりと。そしたら、このホイールまた磨いてね、ツヤ出して、で、ここね、ベアリング入れて、タイヤも組んで、フロントフォークがついたら取り付けれるようにね、これやっておきたいと思います。まあ、そういうことしてますと、フロントフォークが届くと思いますんで、またやっていきます。ということで、また続きやっていきますので、ご興味のある方ぜひともお付き合いをください。それでは。